ジム・ビーバーはアメリカ合衆国の俳優、劇作家、脚本家、映画歴史家。日本ではテレビドラマ、スーパーナチュラルのボビー、シンガー役などで知られる。h b o で放送された、デッドウッド10とセックスとワイルドタウンで演じた、ホイットニー・エルスワースで全米映画俳優組合賞を受賞した。デッドウッド出演時の写真マクシミリアン・シェルのもとで修行をした後、 1972年に俳優としてデビューした。米国州立セントラル、オクラホマ大学出身、アービング高校の同級生にダブルゼータトップのドラマー、フランク・ベアードがいる。1973年8月、学生時代の友人と結婚したが、離婚。その後一時は幼馴染みである俳優ハンク・ウォーデンと同居したこともあった。1989年、 4年間付き合っていた女優、セシリー・アダムスと結婚。2001年に娘が生まれたが、セシリー・アダムスは2004年に肺がんで亡くなった。ジム・ビーバー、HBO、デッドウッド・セシリー・アダムスは、テレビドラマ、スター・トレック・ディープ・スペース・ナインで、クワークの母医師家として、準レギュラー出演していた。後年、スーパーナチュラル・シーズン6の第18話で、 ジム・ビーバー演じるボビーシンガーが、アイオン・ディ・ウォッチ・ディープ・スペース・ナインと言っているが、このセリフは本来、アイオン・ディ・ウォッチ・ザ・ネクスト・ジェネレーションとなっていたのを変更してもらった。パッド・ガールズ、ムービー・ウォーカープレス、ハット・ h t t p w w w バディトブ c o m アーティクルズ、スーパーナチュラル、キャスボビーリターニング法数マイナス36800、アスプックス・ハット、 レボリューション、クレアトールノーズシーズン1ハットサムプログレムズ、プロミシーズシーズン2ウィルビーベター。ハフィントンポスト。2013年8月13日閲覧。ありがとうございます。